ケント軍はアメリカ合衆国デラウェア州にある軍。2000年の統計によると人口は126,697人である。軍庁所在地はドーバーである。アメリカ合衆国統計局の調査によると2072平方キロメートルを占め1527平方キロメートルが陸であり、545平方キロメートルが池や川である。 26.30%を水が占めている。2000年の統計によると、126,697人、47,224の世帯、33,623の家族が住んでいる。人口密度は83人平方キロメートルである。54,81件の住居があり、33件平方キロメートルである。 人口の73.49%が白人、20.66%がアフリカ系アメリカ人、0.64%がアメリカ先住民、1.69%がアジア系、0.04%がハワイやグアムなどの太平洋の島々からの移民、1.27%が、その他の民族や人種、2.22%が2つ以上の民族や人種を親に持ち、 3.21%がヒスパニック系である。47,224世帯のうち35.50%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、52.90%は夫婦で生活している。13.80%は未婚の女性が世帯主であり、28.80%は家族以外の住人と同居している。 23.00%は独身の居住者が住んでおり、8.40%は65歳以上で、独居である。1世帯の平均人数は2.61人であり、家庭の場合は3.06人である。人口の27.30%が18歳未満で、10.10% 10が18歳から24歳、29.80%が25歳から44歳。 21.20%が45歳から64歳、11.70%が65歳以上である。平均年齢は34歳である。女性100人に対し、93.10人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、89.60人が18歳以上の男性である。1世帯の平均年収は4 950ドルであり。 家庭の場合は46,504ドルである。男性の平均収入が32,660ドルであるのに対し、女性は24,706ドルである。住民1人あたりの収入は18,662ドルであり、人口の10.70%、8.10%の家庭が貧困線以下にある。18歳未満の14.80%、 65歳以上の8.80%が貧困線以下にある。一覧は市町村のほかに CDP を含んでいる。ありがとうございます。